突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、コールドスリープしながらかな。こちら、昨日ですね、太田忍選手の10月9日22時15分からのインスタライブの模様となります。早速、リングに入ってからのバク転やめた理由教えて。いや、マジでくだらない質問すんな。どうでもいい。大晦日、俺絶対出てやるからな。出れねえとか言ってるやつ、マジでなめんな。アーチュレッタはあんま喋んない。俺が一番喋ってる。2023年のライジンバンタム級の中では、俺なんだよ。アーチュレッタと朝倉海やるんだろ？あともう一つ、バンタム級入れんなら、太田忍しかないだろ。俺に会場とかで声かけてこないやつもいて、そういうやつは見事に平本蓮みたいな格好してる。結局あいつらは目の前にしたら声をかけれない。平本蓮の天の弱来て、太田選手ファンですとか言ってくるやつもいる。絶対嘘だろ。見事にそんなやつばっかり。俺に声かけてもいいが、マネージャーといたらマネージャーが止める。一人の時にだから声かけてね。彼女といる時は無理。ちゃんと空気読んで。金太郎くんとやってもいいけど、4連敗でしょ。この間ライジン事務所行って、榊原社長はアメリカに行くちょい前で忙しかったから、笹原さんと1時間ぐらい喋って、平本くんの名前も出した。あとは平本くん次第だろ。だからどうすんだろうね。そりゃ俺負けたら評価下がるだろ。上等。いろいろ言われてもしょうがないよね。ほら、俺に絡んできてるやついるじゃん。なんだっけあれ、名前。ほら、足の裏みたいな顔した。あの、ブサイク。あいつ。なんだっけ、ミュートにしてるから見れないが。あ、そうそう。河村。河村康弘。あんなもん、ライジン出れるわけねえじゃん。ライジン地方大会で。ヤマニハ選手にボコられてて、哀れだね。大学時代、よくパシられていて、そういう先輩に限り弱えから、練習では抱えて、わざわざ床まで持ってって、頭から落としてた。朝倉海、絶対ぶっ倒すから、待っとけよ。平本くん、俺とは絶対に、インスタコラボはしないね。じゃあやろうぜって、言ったら、ツイッターでもすぐ黙っちゃった。しかも2回も。だから、そんな勇気はないんだよ。今度会ったら、謝んなきゃいけないね。平本くんには、ジャーマン使うまでもないよ。ふんころがしみたいに、足でやったら、コロコロって転がっていきそう。ケビン・ランデルマンに似てるって言われたことがある。他には、ドンキーコングとか、チンパンジーのパンくんとか。萩原恭平選手とのフェザーでのオファー来ても全然やるが、ストライキングは、マジでライジントップクラスだと思う。それだけだったら、20秒ぐらいで自分は乗される。ただ MMA だとどうしてもフィジカルが弱すぎる。俺の試合終わりのツイッターのインプレッションがここまでで4500万超えているが、フォロワーはたったの2万人。嫌われてるけど気になる存在なんだろうね。ケラモフ選手、あれは強い。じゃあ平本くんのいいところみんな言ってみて。俺行くよ。まずお母さんを大事にしてるところ。これはマジでポイント高いよね。あとは知名度がある。格闘技を真剣にやってる。だから俺らにもすぐ突っかかってくる。でも自分の頭の中と現実が違う。客観視できていない。うん、なかなかちゃんと言えてるよね、俺。今体重は71キロ。俺はまだ連敗したことない。連敗は気持ちが多分きついよね。俺はしたことないけど。平本くん、そこから上がってきてるから、すごいよね。まず戦績、戻した方がいいんじゃない？笹原さん、芦沢流星のこと、マジで気まぐれで、すぐどっか行っちゃうから、連絡取れないって言ってた。格闘技って仕事なのに、連絡取れないって、やばいよな。朝倉海選手は、同じ階級だから、いろいろ煽ったりすることも言うが、朝倉未来選手は、本当にリスペクトしてる。人柄もいい。ちゃんと、技とか聞いたら、ちゃんと教えてくれる。全然ツンツンしてなくて、人間味がある。たくまさん、太田は乗れないとか言わないでほしい。ツイッターもフォローしてて、格闘家にリスペクトがあって、好きだったから、
呼び捨てにされた時、マジでショックだった。3秒ぐらい落ち込んだ。彼女の前では、呼び捨てやめなよと言われるので、カイ君と言っている。ATT 行きたいが、大晦日出場したいので、今年は無理かな。佐藤大輔さんが、朝倉海選手、すごい社会性があると言っていた。人のことを嫌いってすぐ言う人は、自分の価値観にないものが来ると、それを受け入れられてない人だから、人生経験がない人だと思っている。例えば、タコが怖いとか、外国の人は言う人もいるし、ちょっと汚い話なんだけど、カレーだって知らなければ一見下痢に見える。でもそれらを後に知って受け入れて、これはちゃんと美味しいもんだって言ってみんな今は食べている。つまり後から覚えたってことだよね。だからそういう経験がない人はすぐ拒否反応を起こす。俺は実際には人を傷つける投稿とか発言などはしていない。みんなよく見るべき。アンポ君、すごい頑張ってると思う。こないだ控室で少しだけ話したが、すごく素直な選手だと思う。宇佐美翔選手のことも、試合後はちゃんとグローブタッチしてて、ありがとなって言ってたし、あれが人間性。ちゃんと出てるよね。俺のこともみんな一部しか見てない。だから、もっと知ったら、もっと好きになるかもしれないし、もっと嫌いになる可能性もあるけどね。平本蓮は俺から逃げる。150万円かけてもいい。浩二選手とは話したことない。爆音のインパクト。チェホン、臭くってパクられたね。どんまーい。男なんて女に尻に敷かれてこそ。雑巾みたいな生活してみろ。最高だぞ。佐藤翔子選手、本当にディフェンスうまかった。平本蓮はさすがにボコれる。所秀夫さんとのデビュー戦の前、青木真也選手にめちゃめちゃ教えてもらっていたので、本当に尊敬している。慢性鼻炎なので、ナザール使ってる。これね、プシュ、プシュって。みんな鼻に入れてるからって、これはコカインじゃねえぞ。40歳まで現役やるのは、自分のファイトスタイル的に無理。アンチ、おい、もっとちゃんと仕事しろ。そうじゃないと、小銭が稼げないだろ。もっと騒いだり、リツイートしたりして文句とか言えよ。アンチの役割はそれしかないんだからよ。マックの飲み物は氷なしで頼む。これはコスパの問題ね。元谷さん、なんであのタイミングでディープで試合するのかな。謎だよね。俺とやってほしいよ。中島大志選手は強い。ただ大晦日出る選手じゃない。2月とかにオファーが来たなら、それだったらすぐ受けるよ。井上直樹選手に直前で断られた。違約金とか、それもありなのかな。オリンピック出るより、朝倉未来選手に勝つ方が嬉しいに決まっている。この辺は階級違うけどとかじゃなくて、他の人の質問に全部答えているという形なので、唐突に朝倉未来選手に勝つ方が嬉しいとか出てきてるってわけですね。そして、滝沢健太選手には何もやりづらさは感じなかった。あの選手を空手の選手と言ったら本当の空手の選手たちに失礼。上田美京選手とかは超強いわけだし。罰ゲームの平本蓮のあの髪型は、だからちゃんとやる。やるから待っとけって。と。有言実行、偉い。平本蓮と一回話してみたい。仲良くは絶対ならないが、話はしてみたい。俺、うつ病の人の気持ちわからないんでね。俺、結構叩かれているけど、本当に全く止まない。応援コメントは嬉しいが、アンチコメはたかが文字としか思わないんだよね。盛り上がればいいと思ってここのところはやっている。平本蓮の真似っこしてるアンチ、俺がペーパービュー売らないとか、何者でもないお前らにそんなの関係ねえだろ。社長に言われるんだったらわかるけどさ。佐藤翔子選手との試合中の自分に対しての、もうそれ以上手ないぞ、おもんなっていうあの発言。自分のところの選手のブランドをわざわざ落とすようなことを言わないし、支持優先だから、あれはセコンドが言ったんじゃないんじゃない。地価格じゃないんだしさ。俺のここ最近の相手、はっきり言って知名度がみんなないので、もっと試合までのストーリー作っていける選手と次はやりたい。結果俺、田舎の和尚さんみたいな人としかやってねえじゃん。中島太一選手も和尚さんじゃん。
悪い意味じゃなくてさ、金太郎選手は人気あっていいけど、4連敗の選手使う？そこだよね。これ田舎の和尚さんって明らかに佐藤翔子選手のこと言ってますよね。そう思ってたんだみたいな。そして平本くんとやるメリットは何もない。平本くんに勝っても俺の評価上がんない。だって当たり前じゃん。キム・スーチョル選手とできるなら、これからの彼女との予定とか旅行とかも全部キャンセルして練習に全振りする。この間の牛久潤太郎選手を見て、はっきり言って日本のジムにいた方がもっと圧勝できていたと思う。ATT に行ってなかった方が強い。固くなってた。朝倉海選手のコーチすごい優秀。レスリング時代毎日朝まで飲んでいて、だからよく練習で吐いていた。梅野源二選手の入場、最初から全部本人も知ってると思うとおもろい。だって知らないわけないよね。乙黒健とは仲がいい。弟の拓とは結構年下なのであんま喋ったことない。バイバーイ。ブル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 と。ここで終了で、太田忍選手の後輩のヘズマ龍の爪の赤を煎じて飲んじゃったのかもしれませんね、太田忍選手。そしてこちらは今名前も出た中島太一選手、10月9日昨日ですね、21時40分からのインスタライブの模様となります。早速中島選手、次戦のことは言えないがいい報告ができるかもね。大晦日やる気満々、来年にはライジンのチャンピオンになるってすでに宣言してますんで。自分とライジンの間にパンクラスが入ってくれていて、自分はパンクラスチャンピオンなので雑には扱われない。パンクラスがそれは許してくれない。後藤譲二選手はごめんなさい、自分のレベルではない。佐藤翔子選手はライジン新人同士なのでやるとかはない。翔二選手もないでしょう、かっこ笑い。元谷祐希選手は油断する時があるので、もしかしたらそれでコロ選手に負ける可能性はあるが、普通にやったら負けない。尊敬しているのは青木真也選手。堀江義則選手と戦った時、試合前レベルが違うと言われたが、自分の方はそれに特に言い返したりはしていない。中島太一選手が勝ってますね。ここは前回の試合ではまだ自分の強さを見せきれていないので、次は見せると。ここで以上で、太田忍選手は中島選手は知名度的に大晦日ないと言っておりましたが、どうやら決まりそうではある口ぶりではありました。そして昨日はプロレスに転向した佐々木うるか選手の登場が噂されるノアの新ブランドマンデーマジックというものの第1回目の配信があって、ずっと見てたんですが、結局佐々木うるか選手の登場はなしでした。いつなのかな、それだけでも教えてほしいな。ずっと見てたんでずっこけちゃいました。そしてこちらはワンチャンピオンシップで青木真也選手にグラップリングで圧勝したマイキー娘選手。青木真也選手と MMA でやる気はあるのかと聞かれて、まさか彼に殺されちゃうよ、真也は本当に殺しに来るさ、だから彼と MMA で戦うのは絶対に興味がないね、本当に彼に潰されちゃうよと語っております。まあ社交辞令もちょっと入っているかもしれませんが。そしてこちらはその青木真也選手と同じ大会に出て勝利した手塚博之選手、セコンドには岡田亮選手がついておりまして、その岡田選手のツイートから、一緒に手塚選手と日本に帰国するもんだと思っていたら…タイに残ってムエタイ修行をして帰りますと、そのままタイに残っていきました、ジャパニーズビーストと。普通こういうのってね、ずっと一緒にいたら先に言っておくもんだと思うんですが、直前になって言ったようです。そういえば今回のワンチャンピオンシップはタイで開催されたんですよね。で同じくタイから、こちらはプーケットですが、武者修行に出ている武田浩二選手、半年ぶりの挑戦してきたわ、タイ行ったらサソリ食べなきゃ終われない男と、屋台で売ってるサソリを口に入れているところの写真とともにそう投稿しております。武田浩二選手、ゲテモノ料理ダメだダメだって言ってたんで、多分この瞬間だけだと思うんですが、あまりにびっくりしすぎて目が二重になってますね。はい。そしてこちらはアメリカに移りまして、
ベラトール消滅買収かと噂されておりまして、特にこの間のベラトール300がエンディング感があり、マイケル・チャンドラー選手もわざわざ会場にまで見に来たということもあったんですが、ちゃんとベラトール301は11月18日に開催されるようです。なのでそこまではどうなんだろう、大丈夫なのかな。そしてこちらは10月6日、鶴谷玲選手の12時20分からのインスタライブの模様となります。車中から。運転は横山マクレガー選手。早速、鶴谷玲選手。この間のライジンランドマーク6の会場で、結構写真撮ってくださいとか言われるようになってきて嬉しい。鬼越トマホークさんの格闘スクランブルに出て、試合つまんない選手と聞かれて、それに答えてそこに P が入ったけど、もちろん誰かは言えない。僕に課金したら言いますけどね。かっこ笑い。堀口恭司選手ではない。判定が多いやつはつまんない。そいつは顔もつまんない顔してる。ディープ佐伯社長、どれぐらい好きですかには。ああ、わかんない。漫画レッドブルー読んでない。映画は天使のくれた時間が好き。牛久潤太郎選手の試合は自分の階級以外興味ないのであんま見ない。お父さんには勝てても一生勝てない。それは暗黙の了解でしょう。太田忍選手 VS 平本蓮選手は、さすがに元蓮だったら忍さん勝つでしょう。元蓮だったら。みんな元蓮流行らせておいてね。鈴木千尋選手と一緒に練習したことある。元蓮ちゃんと MMA 極めたら強くなりそう。またタイに行って練習したい。他にもいろいろ行きたい場所はある。懸垂は1日50回を適当にやってる。2年以内に世界を取る。三浦孝太の次に嫌いなのは、勇士ですよねという質問に対しては、勇士ってあれ、格闘家なんすか？ああ、そうやって言えば三浦孝太も格闘家じゃねえか。ムエタイとかそっちのお金儲け路線に走ったもんな。まあ嫌いっつうか、相手にしてないっつうか。同世代、同い年ファイターがそいつしかいないから、鬼越さんの番組ではそう言っただけ。そして、次。朝倉未来とキャラモフ戦ったらどっちが勝ちますかという質問に対しては、朝倉未来選手負けます。もうこの間見て分かったでしょ。戦わなくてももう分かるでしょ。ふん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 と、はい、ここで以上となります。鶴谷玲選手めっちゃいいですね。天衣無縫っていうの、雲の十座ならぬ雲の鶴霊ということにしておきましょうか。そしてこちらですね、昔のニュースなんですけど、私が知らないのがいくつかあって、当チャンネルからしか情報を得てないっていう人もいるようなんで、それをちょっとねやらせていただきます。これは那須川天心選手で、8月15日にインスタライブを行った際ですね。なので与那覇祐希選手戦が4月で、2戦目のルイス・グスマン選手戦があれが9月でしたよね。なので約1ヶ月前の時ですね。なんとそこに、そのインスタライブに井上尚弥選手がコメントをしていたようで、天心、気持ちだよって。まあ、それだけなんですけど、那須川天心選手はそれには多分気づいてなかったのか、触れてなかったようですけど、私、こんなチャンネルやっておきながら、これ知らなかったですね。おーと思いました。皆さんはすでに知ってましたでしょうか。それと、昨日、青木真也の離婚の件というコメントも当チャンネルにいただきまして、調べてみましたところ、これも私知らなくて、これは2022年の12月16日にですね、令和2年に原告が申し立て、離婚訴訟の判決公判、東京家裁は親権者を妻とし、離婚を認める判断を示した。養育費1人につき〇〇円のほか、被告に275万円及び4100万円の支払いを命じたとあります。だからこれは養育費1人につきなんで、青木真也選手って3人お子さんいたんでしたっけ？で、被告に275万円、これは多分慰謝料かな、および4100万円の支払い、なのでこれは財産分与のことなのかな、の支払いを命じたということですね。あとこのニュースのコメントには、桜井マッハ隼人さんが17ライブで過去、青木は仮想通貨で、まあいくらだったっけな、3000万だか5000万円溶かしたとバラしたこともあるっていう風に書き込まれておりました。そしてこちらは朝倉未来選手の前の路上の伝説といえば高谷博之さん、現役時代の異名は悪魔の拳などなど、おどろおどろしいものばかり。 YouTube 始めました。まずは自己紹介で、高谷さん、 YouTube は見るよ。アウトドア系やバイク、格闘技系も見る。
自分の YouTube では今度シュートで新井城選手とタイトルマッチを行う山内渉なども自分のジムファイトファームに所属しているので選手の紹介などもしていきたい。でまず高谷さんの喧嘩の目覚めは幼稚園の時、自分は1号組でアンズ組の子と積み木の取り合いになり揉めて勝って、自分は番長的存在だったので1号組のみんなから感謝されて、それで嬉しくなっちゃった。この時の高谷さんだったらまだ私でも勝てますね。そして自分には柔道とかバックボーンのスポーツがないので、いつもその欄に喧嘩と書いていたので、みんなにピックアップされ、そういうイメージが強くなっていったとも思うよ。喧嘩しているうちに次やったら刑務所だと言われ、それは嫌で、でもエネルギーの発散はしたかったので格闘技を始めた。とここで思い出に残る喧嘩ということで、16、17の時の3個上の噂では聞いていた怖い先輩で、ある日友達がさらわれちゃったというので鉄パイプを持って探しに行った。その先輩が現れたところ行こうと思ったが、鉄パイプが思いのほかデカめで振り回せなかったので、それを置いて素手でぶん殴って倒した。警察が来てみんな連れてかれちゃったが、喧嘩両成敗ということでお咎めはなしだったと。これが初めて大物食いをした時の喧嘩だそうです。とこんな感じでやっていくそうなのですが、高谷さんのちにツイッターで、あまりアウトロー系に偏っていかないようにしますとツイートしております。そしてこちらは10月6日20時からのゴミ高典選手のインスタライブの模様となります。まず金髪はやめた。この間の鈴木千尋くんの試合終わった後、俺に引退しないでくださいって結構 DM 来てて、なんだなんだと思ったら、俺千尋くんの勝利でこれで一安心、引退するって言ってたみたいで、俺そのこと全く覚えてない。あの日は会長の葬式の前日だったのもあって、本当にくったくたに疲れていた。でも引退するよ、金髪を引退する。鈴木千尋くんの中分け金髪刈り上げは花があってかっこいいと思った。なので会場で写真を撮っておきたくなって撮った。自分の金髪はスーパー3話でみっともない金髪のやつを見て、それでゲーっとなってやめた。パーマはオーランドブルームみたいにしてくれと言った。これからは黒髪パーマでいく。スキンヘッドは頭の形が良くないのでできない。ブッチャーみたいな感じ。鈴木千尋くん、あんまうちに練習来てないよ。最近楽しかったことは何もない。体重は今86キロ。桜庭さんの息子さんは花があるね。ゴミ選手は焼き物乾き物というらしいです。これは居酒屋での注文の方法ですね。漫画のファブル好き、読んでいる。 YouTube 誰が編集しているかは内緒。それは奥さんかもしれないし彼女かもしれないよ。そしてアカペラで歌ってくださいに、戦う君の歌をと中島みゆきさんのファイト、ファイターの人みんなこれ好き説ありますね。そしてローガンポールとボクシングやりたい。あいつのことを俺倒せるよと言って終了です。そしてこちらはさっきの太田忍選手の流れで、そのまま後にやると今日は太田忍選手一色のイメージになってしまうので、わざと話した。その太田忍選手に田舎の和尚さんと言われてしまった佐藤翔子選手、これはジャン斉藤さんのニコニコ動画ドロップキックチャンネルよりのゲストになりますね。早速佐藤翔子選手、太田忍選手との試合のオファーは2週間前で、さすがに急だなぁとは思いましたが、普段からいつでも戦えると言っているのにやらないのはかっこ悪いと思い、やろうと思った。あと急遽代役っていうのもライジンへの出方で引っかかりがあって美味しいかなと思って、でも実際リングで挨拶した時、あれリアクションないなってキョトンとしているのが伝わってきました。かっこ笑い。太田忍選手は強みが分かりやすいんで、そこの攻略をどうすればいいか、オールラウンダーだと複雑だけど、太田選手の場合は組んできて投げてその後殴る、関節のフィニッシュはないが力は強いのでフロントチョーク系は気をつける、そのぐらいだから対策しやすかった。ただそのやってくる部分についてはめっちゃ強い。こっちのプランとしては倒されたら立って、倒されたら立ってを繰り返して疲れさせて打撃でまとめるか、そこでタックルに来たところを切ってバックに回ってチョークかパウンドアウトだったけど、そこまではうまくいかなかったと。
なので太田忍選手自分でめっちゃ強いめっちゃ強いみたいな感じですが、さらに一枚上手の人から行くとまあそうでもないみたいな感じの印象も受けますね。判定が 2-1 で割れるとは思わなかった。見え方によってはずっとケージに押し込まれているように見えたのかな。でもそれ以上は何もさせていない。太田忍選手はダメージはないって言っていたけど、俺にはあったように思えたけどな。でも僕の顔にはあざ一つないし、僕のフロントチョークもニアフィニッシュだった。でも確かにケージに押し込まれている時間は長かったので、本当はもっと決定的な場面を作りたかったが、そこまではうまくいかなかった。ダメージの判定は決定的じゃないとつかなくて、試合後見たジャッジペーパーではジャッジ3人ともダメージはつけていなかった。あ、これでは取れないんだって今回勉強になりました。太田忍選手はオリンピックレスラーで、しかも今ノリに乗っているし、ちょっと食べてみたかった。この表現合ってるかな？かっこ笑い。マイクで言った自分を知ってるか知らないかはにわかを見分けるセンターラインって言葉。あれはもともと考えていたやつです。試合前になると自分と対話する時間が増えるので、お風呂に入っている時に考えました。僕を知らなかった人は試合を見て知ってください。SNS での反響もあって、でもこれが非難の声とかでそれをずっと浴びていたらおかしくなっちゃうっていうのはわかる。だから太田忍選手はすごいと思う。自分は反応しないタイプかな、と。ここで有料ゾーンに続きます。はい、というわけで本日は以上となります。皆さん U-NEXT って十分に活用してますでしょうか？だらかくおすすめ映画紹介お願いしますという声もありましたので、本日はそのうちの一つをご紹介、ちょっと時間取らさせていただきます。これは確かね、1934年の映画で、あるよの出来事っていうね。この間 U-NEXT で古い順でバーって作品リストを見てたら、あ、これあるんだっていうことで、映画会社の面接とかで新人が来て古い映画も見てますっていうのは大抵これですね。あるよの出来事見てますっていうね。つまり古い映画の入門編。でもなんで見てるかって言ったら、理由は面白いから。その年のアカデミー作品賞も取ってます。やっぱアカデミー作品賞は一番価値ありますからね。あれ、この話前したっけ？してないよね。まあいいや。で、これはスクリューボールコメディっていうジャンルで、スクリューボールっていうのは今でいうシンカーのことですね。スピンしながら利き手側に落ちていく球ね。これが実際の野球で当時流行ってて話題になっている使い手もいたりして、つまり破天荒なキャラに当時としては読めない展開といった意味で、物語はあんま言うとあれなんで、ある大金持ちの令嬢と新聞記者の恋とだけ言っておきましょうか。で、あと当時、今で言う何歳以下は見てもいいとかの PG とかのような、もっと超厳しいヘイズコードっていうのがあって、これがマジで何もやらせてくれなくて、重火器の使用は例えば NG とかね、自殺のシーンもダメよ、警官が負けるのもダメとか、で、中に夫婦であっても同じベッドで寝てるシーンがあってもダメっていうのもあるんですね。最悪じゃないですか。こんなので面白い作品作れんのって感じで。なので今はレーティングがあって年齢別に分かれてるからいいんですけど、昔は全部子供が見れるものに大人も付き合わされてる感じですね。でも一つだけいい点があって、それはなので、そういったものを匂わす演出が凝っていったり、洒落たものになっていくんですよ。だってそうですよね、直接描けないんだから。当チャンネルと同じですね。ヘイトはやらないけど、その範囲の中でどう面白いものを作っていくかっていうね。直接脳に刺激を与えるのはやっぱ誰でもできるんで、私はそういうのをレベル低いと思ってまして。でも映画の場合はね、本当はない方が良くて、で、この映画の中でもバッチリそのベッドのシーンが避けられていて、で、避けられて描かれてまして、ここがこの映画の肝で、2つのベッドの境をシーツで区切って、これをジェリコの壁って呼ぶシーンがあるんですね。これは聖書のモーゼの弟子がジェリコという町を攻めようとした時に作られてしまった壁で、てんてんてんという逸話も絡んでくるんですけど、まあ言っちゃうとあれなんで、あとはぜひね、ご自分で見てみてください。はい、面白い作品にはまあ理由があって、みんなが面白いと思うようにできてますので。ああ、あとちなみにマリリン・モンローとよく一緒に映画撮ってるビリー・ワイルダーっていう監督がいて、アパートの鍵貸しますって映画、タイトル聞いたことありますよね。これも U-NEXT にもあるんですけど、これはタイトルだけ聞くと洒落てるんですけど、自分の家が会社の近くにあるのをいいことに、部長とかがみんな愛人囲ってて、そのやり部屋として時間貸しするっていう物語で、だからアパートの鍵貸します。で、自分の好きな人が実はその部長の愛人で、
地上のもつれで自分の部屋で自殺しようとしてうんぬんかんぬんという話になっておりまして、これも有名なスクリューボールコメディであり、ヘイズコードをかいくぐっての作品になっておりますので、興味ある方はそちらもどうぞ。でもあるよの出来事の方が面白いですけどね。はい、高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。本日も良い格闘ライフを。ポーポーポポー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 。